始まりました。ありがとうストレッチのコーナーでございます。ちょっと待って、これ見えるかなさあ皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっと待ってね、音量が大きい。はい、わかりました。このぐらいでね。さあシスターね、このありがとうストレッチ毎朝ね9時に行っておりますけれども、できる範囲でねご参加いただければよろしいかと思います。このありがとうストレッチは愛してる大好きありがとうの言葉をご自分のボディに言い聞かせながら行うストレッチです。テンポは速くなったりゆっくりになったりスーパースローになったりしますけれども、そこはもうそんなに気にせず言ってください。はい、ありがとうストレッチです。さあ皆様お集まりでしょうか。よいしょはい、ではですね、このストレッチ言葉をね、声をね出していくと呼吸ができますので、呼吸ができるとボディが緩みます。ボディを緩めるように、しながら行っていくストレッチです。はい、よろしいでしょうか。さあではですね、まずは水分はしっかりお取りいただいて、そしてビフォーアフターのチェックもしていきます。そしてですね、一つ一点今日もご説明させていただきます。はい、昨日ですね、ももの裏をほぐすっていうところまで行きました。今日、よいしょ、ごめん、はい、音量が、昨日もも裏をほぐしたんですけれども、こうもも裏ゆさゆさまで行きましたが、今度内ももゆさゆさというのがございます。内もも、ももさんをがっつり両方の手でガバって作ってこれでゆする内ももゆさゆさ、はい、ガツッと掴んで、こう揺するときにボディ全体で揺すんでいただければいいなと思います。ガツッって。で、これをつまみながら、もうご自分のももで、ももさんですからね、つかみがいたっぷり、ここガツリ。で、ボディごと揺すんで、エイクパント。で、外ももゆさゆさも出てきます。外ももも、ももの外ですね、外をガッツリ掴んで、ゆさゆさ、ゆさゆさ、揺する。これが2個目。はい、でその昨日のもも裏ゆさゆさと内ももゆさゆさ、外ももゆさゆさ、これねセットで出てきますのでちょっと覚えておいてください。では今日は内ももゆさゆさと外ももゆさゆさの説明をさせていただきました。とってもいいです。はい、では早速始めていきましょう。今日もご参加の皆様、はーい、花さんおはようございます。よろしくお願いします。さあではですね、水分をお取りいただいたらビフォーアフターのビフォーのチェックからいきましょう。うん、はい、では両方の足を伸ばしていただいて、両方の手を前です。ぎゅーっと、おっと、今日ちょっと、日々違いますね。ではちょっと下の回しと、はい、背中の位置や手の位置、そしてお膝の裏の隙間どのくらいかなとかって覚えておいていただいて、あと腿の張り具合も今の状態を覚えておいてください。まあ本当に腿の張りってね、やった後とやった後、やった後と前全然違うからね。全然違う。それ分かりやすいです。お膝の高さも全然違ってきます。その辺もちょっと覚えておいてください。はい、ではちょっとカメラの高さをちょっとだけ、よいしょ、下が見えるようにね。はい。ではよろしいでしょうか。じゃあひろみの日の字さんの講演もね、土曜日でございます。はい、では早速始めましょう。左足さんの上に右足さんを乗っけて、指を横に開いて縦に振るところからいきます。ちょっとスルーッと流していくバージョンでございますので、お声掛けしていきますので、ずっとついてきていただければと思います。で、愛してる大好きありがとうを2回言うと8カウントで、ワンモア必要な時はシスターがワンモアって言いますと2-8になります。はい、では指を横に開いて縦に振るところからいきましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き手と足握手。はい、足の甲をお持ちいただいたら指先をねじります。つま先ねじり、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き土踏まず下側ねじって、愛してる大好きありがとう、ボディごと愛してる大好き
くるぶし持って足振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きくるぶしから足先回し、愛してる大好き肘も大きくボディごと、はい、愛してる大好きボディごと反対回し、はい、愛してる大好き肘を大きくありがとう、はい、愛してる大好きナイス、はい、足振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、声出してどうぞ、はい、手を離して、あ、くるぶしを持って足を振ります、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、ではこの足のふくらはぎさんを床につけます。今右足さんにやってますね、どっち足からでもいいです。はい、ふくらはぎさんに体重を乗っけてほぐす、きゅうりの塩もみ、せーの、愛してる大好きありがとう、はい、愛してる大好き、結界さんどうぞ、愛してる大好きありがとう、体重乗っけてどうぞ、内ももさん、愛してる大好き、内もも全体どうぞ、愛してる大好きナイス、はい、手をひっくり返して、両方の足をひっくり返して、外ふくらはぎさん、せーの、愛してる大好きありがとう、声出して、愛してる大好き笑顔でね、お膝を立てます、ふくらはぎ裏側さん、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝上ゴリゴリ、愛してる大好き声出して、愛してる大好きお皿周りゴリゴリ、愛してる大好きお皿の周りをゴリゴリやってどうぞ、はい、出てきました、内ももゆさゆさ、せーの、あ、ごめん、外も、うん、もも裏ゆさゆさ、せーの、愛してる大好きありがとう、どれ先でもいいんですけど大好きは、はい、もう一回、大好きありがとう、愛してる大好き、はい、内ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、外ももゆさゆさ、愛してる大好きゆすってどうぞ、愛してる大好きありがとう、膝裏ゆさゆさ、グイグイ、愛してる大好きありがとう、お膝をの裏をほぐしてね、はい、お膝持って足振り、膝下ブラブラ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、手は足を伸ばしてもも上ぐいぐい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、つま先お膝を内側にして、もも外ぐいぐい、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、ワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、痛いね、笑顔でどうぞ、はい、そのつま先お膝内側で反対側のくるぶし乗っけて、くるぶししごき、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンモアエイト、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、ではその足を置いて、今下にある足を後ろに畳んで、マーメイド横座りでございます、はい、右の腰です、手をグーってやったら腰骨の上をほぐします、せーの、愛してる大好き声出して、はい、愛してる大好き笑顔でワンモアエイト、愛してる大好き満面の笑みで愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして骨盤転がし、左手のを左のお膝さんの外、右手をお尻ペタ、はい、骨盤を大きく、倒します、後ろから、せーの、愛してる大好き転がします、はい、愛してる大好きワンマイト、はい、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして骨盤肘肩回します、せーの、愛してる大好きありがとう大好きワンマイト、愛してる大好き声出して、愛してる大好き
ナイス、片足終了、ビューティフル、いいです、いいですポーズできましたか。はい、ありがとうございます、ナイス。はい、ちょっと休憩、水分取ってください。おお、片足サクッと終わりますよ。あ、ごめん、前に出して片足テックですね。はい、右足さん、終わった右足さんはだいぶ背中も落ちましたよ。はい、左足さん、こんな感じ、右足、あ、いいです。はい、ではちょっと水分取ってください。休憩、おお、あっという間ですよ。おお、水分取って、ワンダフォーです。さあ、ご自分のボディの変化がね、ありましたらコメント欄なんかに書いていただければと思います。あの、もものね、張りもね、全然変わってきますよね。ほんと横広になるんですもん。お膝の位置も全然高さが違う。もうシスターの足もそうです。毎日やっててもそうだから、毎日必要だってことですね。そういうことでございます。さあ、いかがでしょうか。まあ、あの、日によってね、ボディいろいろ違いますので、そのボディの今日の体調などもいろいろ気づいていきながらね、あの、日々続けるっていうのが重要かと思います。継続は力なり。はい、ありがとうございます。あ、これだけでも伸びました。お、いいですね、花さん。そういうことですよ。あの、伸びるってことはね、また戻っちゃうんですよ。ね、一回伸びてもまた戻るってことは、毎日やる、日々やる、日々やると徐々にこう、あの、デフォルト、初期設定が変わってきますので、初期設定が伸びてきます。はい、さあ、それでは左足さん行ってみよう。あー、はい、左足さん、いいです。はい、両足を前に出していただいたら、左手さんチェック、もう一回どうぞ、こんな感じ。はい、右手さんもこんな感じ、うん、いいですね。はい、では右足さんの上に左足さんを乗っけてガーッといきますよ。指を横に開いて縦に動かすところから。はい、では行きましょう。せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお隣の指、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き手と足握手。はい、握手したら足の甲を持ってつま先ねじり、せーの、愛してる大好きボディごとどうぞ。はい、愛してる大好き土踏まず下側を持ってねじります。愛してる大好きありがとう、ボディごと笑顔でね、愛してる大好きくるぶし持って足振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足首回し、せーの、愛してる大好きボディごと大きくありがとう、声出して、愛してる大好き反対回し、はい、大好きありがとう、はい、愛してる大好きくるぶし持って足振り、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き上下、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き足だけ振り、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き左右、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス。はい、両手両足振り、チャレンジタイム、背筋を伸ばす、ボディを倒す、両足をアップ、両手をアップ、盛大に振る、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きワンワンツッと、愛してる大好きありがとう、背筋を伸ばしてキープ、ジャン、いいです。はい、いいですポーズ。ちょっと待って、こうか。はい、ボディ上半身はちょっと前にねじる、ここねじりも入ってあります。はい、肩の力を抜いて、いいでーすっていう、はい、ありがとうございます。できましたでしょうか。はい、では左足さんのふくらはぎです。はい、で体重かけてぐいぐい動かしますよ。せーの、愛してる大好きありがとう、ふくらはぎ愛してる大好き結界さんどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き内ももさんどうぞ、愛してる大好き、あ、ももの内側も痛いですよ、愛してる大好きナイス。はい、お膝さん反対側に倒して、きゅうりの塩もみ外側、せーの、愛してる大好きありがとう、笑顔で愛してる大好きナイス。お膝を立ててふくらはぎ裏側
生の愛してる大好きボディーごと、はい、愛してる大好きありがとう、膝下ゴリゴリ生の愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝上ゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きお皿周りゴリゴリ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きありがとう、外もも裏ゆさゆさ生の愛してる大好きもも裏ですよ、愛してる大好き内ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き外ももゆさゆさ、愛してる大好きありがとう、大好きありがとう、膝裏グイグイ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き膝下ブラブラどうぞ、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きちょっとずらして、愛してる大好き背筋を伸ばして、愛してる大好きナイス、はい、ももを伸ばしてもも上グイグイ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きつま先を膝を内側にして、もも外グイグイ、愛してる大好きつま先内側ですよ、愛してる大好き、ここワンモンセット念入りに、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、はい、ではこの足を後ろに畳みます、横座りマーメイド座り、はい、では左足の腰さんを下に下ろしたところ、せーの、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、はい、はい、ワンモン、愛してる大好きありがとう、愛してる大好き、骨盤転がしいきますよ、はい、背筋を伸ばして、右手さんの横に右手、右座さんの横に右手、左手さんは骨盤です、この骨盤を大きく転がします、後ろからせーの、愛してる大好きありがとう、声出して盛大に、愛してる大好きありがとう、お顔正面ありがとう、はい、では背筋を伸ばして、右手は右の腰の横、左手骨盤、腰肘肩をねじります、背筋を伸ばして、せーの、愛してる大好きありがとう、盛大にどうぞ、ワンモア、愛してる大好きありがとう、愛してる大好きナイス、最後両足骨盤転がし、マットを畳む方は畳んで、マットとか座布団さんとかね、座骨さんを守ります、座骨さんたちを守ります、はい、背筋を伸ばして、足は肩幅よりちょっと外、はい、ももを持っていただいて、背筋を伸ばしたら、これを丸める、伸ばす。はい、では行きましょう。後ろから、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、盛大にどうぞ。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。背筋を伸ばして、骨盤転がし、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。愛してる、大好き、ありがとう。ワンモア、ありがとう。愛してる、大好き、ナイス。いいです。はい、では背筋を後ろ伸ばして、いいです、ポーズ作ります、はい、足をアップ、両方の手を丸、そしたらちょっと倒して上半身をカメラ側にねじる、いいですと叫ぶ、はい、皆さんご一緒に、せーの、いいです、はい、首筋伸ばす、ここ腹筋使っております、足を入れ替える、いいです、いいです、はい、ナイスです、ありがとうございます、頑張りました、ワンダフォー最後のイギリスポーズでね、腹筋を作っていきたいと思います、さあ、ということで、あ、ごめん、両足伸ばしてチェック、左足さん、お、いいですね、だいぶ背中の位置が落ちました、右足も、はい、膝の下、お膝の隙間、お膝の高さも低いです、ってことはやっぱりももが伸びるってことですね、はい、左足も伸びております、さあ、いかがでしたでしょうか、変化があったらね、コメント欄にお書きください、はい、では水分取ってください、もうスルッとね、終われますよ、これね、さあ、ではシスターの告知さん、告知さんでございます、告知さんは、さあ、迫ってまいりました、3月26日土曓日14時と18時、会場は新大久保、新宿区新大久保スタジオエヴァシスターのスタジオです、そこでシスターのひろみの日の字というイーデスビデオ上映会ボリューム1がございます、シスターがパントマイムを学んでいた時の素晴らしい映像が奇跡的に残っておりまして、その奇跡
奇跡の映像を皆さんにお披露目いたします。本邦初公開私が学んでいた並高尾先生のコメントなんかもちょこっと入ってますので、ぜひお見逃しのないように。それも本邦初公開ですよ。40年ぶりのね公開私もねもう編集しながらもうドキドキですよ。なんかドキドキっていうかなんかもうなんか怖い、タイムスリップするのその当時に。はい、いいですわ、やっとですね花さん、いいです、それでいいですよ。それ続けることでね良くなってきます。はい、ということで、さあということでこちらも楽しみにしていてください。ありがとうございます。はい、ではですね、今日も無事いいです体操じゃなくてなんだっけ、ありがとうストレッチ終了いたしました。明日木曜日金曜日まで、いいです体操、いいです体操じゃない、ありがとうストレッチやっております。また来週のご予定はですね、私また出させていただきますので、金曜あたりに発表しますのでまたご参加ください。はい、もうすぐなんで楽しみなんですよ。いやもうドキドキしながら今必死で編集してますので楽しみにしといてください。はい、ではまたお会いしましょう。明日の朝もお待ちしております。ありがとうございました。ごきげんよう。 Have a nice day。 今日はね日差しがあふれる一日になるかなと思います。はい、ごきげんよう。 Have a nice day。 Thank you very much。 Ciao。 Bye bye。